見せて。で、ここで。これで掴めないのさ。力弱くないだってこれだと。これだったらさ、がっちりいけるじゃん。こうじゃない。中に入れないとダメってこと？だってこう、どうやってんだ。この間に指が入んないの俺は。このここ、こうしてさ、したらさ、ここがさ弱くない？これ待ってんのか分かんないけどね。一回特訓しないと。毎日俺ずっとそれでやるわ。でもペンも、鉛筆どうやって持つ？私も最初こうやって持ってたんだよね。こうやってね。で、だからこうやって持ってたの、うん、これが一番力が入ってこうやって持ってるもんだったけど、うんうん、鉛筆こうやって持つようになってからある程度私は矯正できたけど、いや、マジでこれでやってみ。いや、すごいから力が絶対に落ちない。ダメなんだって。でも絶対落ちないって。いや、わかるよ、わかる、落ちないやり方は。これが一番今度逆で食べてみよう。多分俺がそっちだったらあんま落ちない。うん、それはそうだ。めっちゃ綺麗だ。こうなるでしょ、うん、いや、待って、こうなるでしょ。まああんまわかんないよね。俺はこうなのよ。全部映る。全部映っちゃう。いや、でもこの端、いやー、端。あんまりさ、でもさ、これが正しい持ち方？なんか、下のこの薬指、下が変なんだね。下が重心だから基本この下動かないんだって。うん、で、ここでやるんだって。これはね、2本操れんの、これは。普通に。あ、でも俺もそうだよ。でも、下の支え方が、入んない。何？入んないの。どこに？普通に持つ。それでしょ、うん、正しいの。俺は分かる。手が全部さ、こっちが。ここで押さえてんの。そう。じゃあそれをこうしたらいいじゃん。どこで支えるのさ。どこで支えるの。こっちは、これどこで支えてんの。これはここの薬指。どこで？ここで支えてんのさ。うん。で？で、ここで動かす。だってこっち動くじゃん、ふにゃふにゃ。これだったらさ、1,2 でもうがっちりよ。薬指と、こういうこと？こういうこと支えてんの？そう。それでこうなってんだ。そう。だから丸まるんだ。そう。で、最強でしょ、これ。ごめんなさいし。綺麗じゃない？わかんなくね、まあ、言われないと。わかんない。久々にいい話し合いができた。